どうぞ。お願いします。ミニオンズです。ありがとうございます。はい、ということでね、トレビンジのお二人にも来ていただきましたけども、高橋さん、今日の、まあ、あのコスチューム入れ立ちもそうなんですが、はい、先ほどね、ちらっとあのこだわりが上の方にもありますよっていう、はい、ちょっと僕一応スチュアートと同じ髪型に中分けにしてきたんでね。センター分けでね、はい、一緒ですよ。そっくりだね、はい、うん、ということでね、はい、今日はあのお二人にもお付き合いいただきたいと思いますが、はい、どうなんでしょうね。僕あのすごくあの高橋さんはやっぱりあのフォルム的にも、はい、もうミニオンに似てらっしゃるなっていうのは、いや結構言われるんですよ。そうですね。だって今日も大阪はね、こう、はい、駅からここに来る途中に、はい、タクシーの運転手に、はい、テレビで見たことありますって言われて、 あ、はい、あ、そうですっつって、ミニオンですよねって言われてさすが大阪、はい、さすが大阪です、はい、いやさすが降ってきますね、はい、嬉しいです。間違えられちゃったんだね。素晴らしいですね、はいはい、ただでも、はい、まあ、さっきお一人はっていうふうに僕ご紹介したんですけど、はい、どうなんでしょう、斉藤さんも、斉藤さんもニット帽とか、じゃあ、そうですよね、いやいやいや、今日はあのニット帽をかぶってらっしゃったから、一応ゾディアックストーン隠してるんですけど、はい、そこに一応ゾディアックストーンね、ちょっと見るかな、ゾディアックストーンね、すみません。え、ケビン？あ、ケビンビンです。いや、どこがですか。ね、ケナイナイですから。ありがとうございます。やっぱダジャレ持って大阪乗り込むのは緊張します。やっぱり、はい、さすがにね、ありがとうございます。まあでも多分この辺りでだいぶね、はい、いい感じでこう空気もほぐれつつ、ね、あるかなと思います。これがね、あのちょうど子供用なのが鬱血してたんでちょうどよかった、はい、苦しかったんで、苦しかったんで、はい、危なかった。しかもだいぶちっちゃい、はい、さあということでね、お二人にもいろいろと伺っていきたいなと思いますが、はいはい、どうなんでしょう、お二人実際にミニオンズフィーバーはご覧になりました？見ました、はい、もちろん拝見させていただいてます、はいはい、いかがでしたか？いや僕正直ちょっと本当にこんなん言うのもあれですけど、はい、初めてちゃんと映画館に行って、はい、ミニオンズを本当見に行ったんですよ、うんうん、じゃあこれまでは DVD なんかで、はい、見られたこともあった。そのユニバ の、 その乗り物とか乗ったりとかはしてたんですけど、ちゃんと本当見たのが初めてだったんですけど、はい、やっぱね、そのすごいですね、展開に無駄がないというか、おそのなんか中だるみとか一切なく、はい、ずっとなんか笑える作品だったなっていうのを印象的にありますね。 ありがとうございます、はい、斉藤さんはいかがですか？そうですね、うちはですね、まあ、映画館自体がそんなにやっぱなかなか行けなかったんで、はい、まあ、だからもっと初めてですね、娘が初めて映画館デビューしたのが、はい、それこそまあ1歳半ぐらいの時に行ったことあるんですけど、いつもほとんど覚えてないじゃないですか、うん、意識のある中で、しっかり映画館に今回連れて行ったのがミニオンズで、初めて映画館を体験させて、もう私はもうどっちかというとそのミニオンズの映画をですね、反射する娘の瞳を見ながら見てたもんで、はい。あ、じゃあだいぶちっちゃいね。だいぶちっちゃいですけど、でも本当キラキラ2倍3倍と輝いて見えたんですけども、もう本当ね、妻とももうキラキラ笑いながら拝見させていただいて、うん、確かに笑っちゃうよね。そうですね、本当に面白いと思います。すごく笑っちゃう映画でしたね、うん、はい、そうですよね、確かにあの笑いの要素も多いかなっていうところで、うん、はい、であの笑いは笑いでもお子さんも一緒に笑える部分と、はい、大人しかちょっとこれは分かんないなっていう部分も結構きますよね、はい、うん、そうですね、はい、私は子供の方と一緒によく笑ってました子供側のね、子供側の笑いで笑ってました私は。いや、もうそれだけやっぱ純粋だってことですよね。ありがとうございます、うん、はい、ちょっとすいません、ちょっと本当眩しくて、はい、そっちが、はい、そうそうそうですよね、滑らないように、はい、確かに、はい、確かに、はい、すごい滑ってもいいように、滑っても見ないように、ね、はい、真ん中の方をお越しいただいて、はい、じゃあどっち、高橋さんからいかれます、はい、はい、ちょっと見た目がねミニオンズ似てるということで、はい、で今回も後輩の渡辺直美が声優をやってたんで、ぜひちょっと次回作に僕らを呼んでいただきたいなと。高橋はね、似てるって言われるからね、はい、うん、ぜひぜひ、ま、ミニオン関係者の皆様それしかいないよもしこの中に一人でも一人でもいらっしゃったらね、あんまりいないだろう、関係ない人、ミニオン関係者の方、うん、 はい、いらっしゃいましたらぜひ声優として呼んでいただける何かしらお仕事をお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。重いな、お願いしますいやいやいや、やっとの拍手よみんな腕重かった、腕が重いよ、もう。そうですね、今日考えたらあんまり拍手初めて聞きましたよ、ね、本当に初拍手じゃないよ本当に
そう誰ですか。そうですね、本当にですね、はい、もう始まってから最後までジェットコースターのような、大爆笑映画でございますしね、本当にお子様から、お年寄り、までみんな楽しめる素敵な映画でございます、うん、ぜひ皆さん劇場にお誘い合わせの上お遊びに行っていただければと思います。本日はありがとうございます。あ、でも大丈夫です。噛んだとしても滑ったとしても、はい、見えてないんで関係ないですよね。はい、ただね、静寂は聞こえます。はい、耳は、うん、耳の関係者の方、イヤマフもあります。イヤマフミオのね、イヤマフも欲しかったけども。はい、いやもうまさかのそのね、マスクつけた状態で行かれるっていうのがあれでしたけども。そうですね、ありがとうございます。はい。ケツもすごいです、今。はい。ということで、皆さん、斉藤さんにもちょっと一つ拍手の方お願いしたいと思います。いやいやいや、うわぁ、すごい。この辺からめちゃくちゃ気遣った拍手が聞こえますよ。鳴りやまない拍手がね、聴覚が研ぎ澄まされてますよ。すごいです。